ノアンビックは、フランス、サントルイコールバルドロワール地域圏、アンドル圏のコミューン。ノアンビックの置圏南東部に位置し、自然区分上のボア小首都地方に属している。近接するコミューンは、以下のようになる。サンシャルティエ、ルルサンローラン、モンジブレ、ラシャトル、モンティブレ、サルゼ、シャトール、イスダン、ルブランである。ラプランシュ、ボーパン、ル、ブルイユの集落がある。 コミューン内をアンドル川とイヌレ川が流れる。定住地の名前は1270人にパラキアデビコ、サブタスサンクタムクワーキリアムと記されたことが証明されている。1461年10月20日、フランス革命中にはビクラ・モンターニュとなり、1817年11月22日にはビックシュール・セインとシャーチェに戻された。法律の面ではウィクスと呼ばれる。 定住地は、初期は大規模な集落か、または周囲を壁で覆われない村を意味した。そこでは自由身分の人々が集団で暮らし、初歩的な自治の組織を持っていた。しかしウィックスは所有者の財産であっただけでなく、ガロローマ時代やメロビング町時代のビラの不可欠な部分でもあった。ウィックスの反対語はムニキピウム、そしてコロニアであった。ローマのウィックスには地位がなかった。 1822年11月6日の王霊によって、コミューンの名は、ノアン・ビックとなった。ビックシュル・シャルティエとノアンの二つのコミューンが合併したのである。ガロローマ時代に起源を持つビックは、サンマルセル、シャトー・メイヤン、アルダントとつながる主要な輸送ルートに近かった。ビックの村は古い。領主はサン・シャルティエにある自分の城の近くに建設したのである。新しい村が作られると、 後者の方がより重要となった。コミューンは1822年にノアンと合併している。1823年1月、新たな自治体に新たな主張が赴任した。主張の名はデュシャルティエといった。綴りが変化し、新たなコミューンの名は末尾に、旧がついたノーンビクとなった。1875年、当時の主張モーリス・サンドは、 内務省にコピーを要請した県知事に間違いを指摘した。こうしてビクの中から球が外されたのである。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降、INSEE コミューンはバランセチーズの製造、熟成の地理的エリアに属している。デリーバーション自セイユジェンデルデラコミューン。 アプリケーションジュデクロットジュ16オクトーブル1793イコール25ベンダミターにプランアネックスアエルオールドナンスロワイヤル16ノバンブラ 1822AN 会にツエンドラにありがとうございます。